国内ではリーグが様々な形態に変わる混沌とした時代を経験しながらも、日本代表として最前線で戦い、無我夢中で世界の扉をこじ開けようとした。レジェンドたちが日本バスケ界に起こした革命とは、現在発売中のナン、no. バー1079号掲載の、レジェンドたちの記憶、世界への扉を叩き続けた開拓者たち。折本武彦、佐古健一、網野智夫、 より内容を一部抜粋してお届けします。記事全文はナンバープレミアにてお読みいただけます。日本男子バスケットボールの歴史を語る上で、ターニングポイントになっているのが、1998年と2006年の世界選手権だ。当時、世界選手権、の名で開催されていた4年に一度の世界一決定戦は、14年から名称が変更されて現在の、 ワールドカップへと生まれ変わっている日本では98年は31年ぶりに自力で出場権をつかみ、6年はホスト国として臨んだ大会として記憶に刻まれている。大きなくくりで言えば、98年も6年も今も世界の中での立ち位置は変わらないかもしれない。しかし、取り巻く環境面で言えば、この二十数年の間にプロリーグが立ち上がり、 育成年代から世界大会を経験する選手が増え、進路の選択肢が海外に及んでいる。何より田伏雄太、渡辺雄太、八村瑠三3人の NBA 選手が誕生し、子どもたちにとって夢が広がるバスケ界へと成長している。こうして環境面が大きく変わってきた背景には、日本のバスケットボールを変えたい、と訴えかけ、 もがき続けた男たちがいたことを忘れてはならない。折茂武彦、佐古健一、網野友夫彼らは現在、バスケ界を支えるポジションで奮闘している。折茂はレバンが北海道の社長として奔走し、佐古は今期から古巣のシーホース三河に戻り、2026年に発足する B プレミア、新 B1 リーグに向けてクラブを統括するシニアプロデューサー職に就任した。 アミノは白鸚大学という22日本代表を率いる監督として、若手の育成に尽力している。彼ら3人は、日本のバスケを変える方法さえ分からなかった不遇の時代に、日本代表が勝つことで日本のバスケは変わると信じ、誰よりも日の丸に誇りを持って戦い続けてきた代表格である。90年代、絶対的な司令塔として君臨したサことト,トップスコアラーだったオリモは、 互いを認め合う存在とししてて共闘してきた98年当時、世界選手権の出場枠は16で、アジアからは2つの切符しかなかった。そんな狭き門の中で日本はアジア選手権で2位へと躍進し、世界への切符を勝ち取っている。出場枠が32カ国に拡大し、開催地枠を含めてアジアに8枠も与えられる現状からすれば、 当時の自力出場は快挙だと言えよう。だが当時はヒノキ舞台である世界選手権に挑む前に心が折れてしまったとサコが振り返るアテネで開催された世界選手権の前に約2週間のヨーロッパ遠征で土佐回りをしたんです高さもフィジカルも全く歯が立たずに全敗本番を前に圧倒的な差を感じて打ちのめされてしまいました 31年ぶりの出場ともなれば初出場も同然順位決定戦でセネガルに1勝したものの16チーム中14位で終わるただ世界に出たからこそ分かったこともある一番足りないと痛感させられたのは意外にも情報量だったと佐コは証言する有料会員最新ランキングバスケ日本代表大谷翔平山川穂高 藤井聡太、北口遥、花、ラグビー日本代表、バスケットボール、バスケットボール日本代表、ナンバープレミア X バックナンバー、全く歯が立たず全敗、日本男子バスケが打ちのめされた日、折も武彦、佐古健一が明かす、心が折れてしまった世界との圧倒的な差とは、小永吉陽子、テキスト by 陽子小長吉、フォトグラフ by アフロ。 ツイート、シェア、コピー、出場枠が32カ国に拡大し、開催地枠を含めてアジアに8枠も与えられる現状からすれば、当時の自力出場は快挙だと言えよう。だが当時は、ヒノキ舞台である世界選手権に挑む前に、心が折れてしまった、とサコが振り返る。アテネで開催された世界選手権の前に、約2週間のヨーロッパ遠征で土佐回りをしたんです。 高さもフィジカルも全く歯が立たずに全敗。本番を前に圧倒的な差を感じて打ちのめされてしまいました。佐古健一、1970年7月17日、神奈川県生まれ。現役時代は日本代表で PG として活躍。11年に引退後は日本代表のアシスタントコーチやレバンが北海道の HC を務めた。今期 C4 隅川のシニアプロデューサーに就任マルシーマーク清水隆三31年ぶりの出場ともなれば初出場も同然。順位決定戦でセネガルに一勝したものの16チーム中14位で終わる。ただ、世界に出たからこそ分かったこともある。一番足りないと痛感させられたのは意外にも、情報量、だったとサコは証言する。我々が知り得た情報は、 本番1年前のビデオ1本だけアドバタイズメント体格やフィジカルの差というものは勝てないにしても戦っていくうちにだんだん慣れてくるものなんですただ我々は圧倒的に情報量が足りなかった世界選手権では運が悪いことに優勝したユーゴスラビアと2位のロシアと同グループだったのですがどんな国なのか全くわからないまま大会に臨みました 当時はインターネットが普及し始めた頃で詳しい情報がなく、我々が知り得た情報は本番より1年も前のヨーロッパ予選のビデオ1本だけ。選手の強みも弱みもよくわからないまま試合をしなければならなかったので、ゲームの入りが受け身になってしまいました。経験も実力もない国が最初からエンジン全開で臨めない。これは大きなハンデでした。 世界の舞台に出て初めてフィジカルの違いや準備不足を痛感しそもそも戦う土俵にすら立っていなかったことに気づく。だからこそこの世代は次なる目標として0年のシドニー五輪出場を目指した。